雪合戦かな、これ。雪合戦じゃない？雪合戦。すごいすごいすごい、画面飛んでる。寒い、今寒い、どうしよう。雪合戦尊い？ほんまに思ってるそれ。すごい、え、なんかすごい、なんかさ、タコとかやば。ちょっと待ってね。たくまさん、ひらがなキャスターさん、雪が、雪だ、雪玉、雪玉、ありがとうございます。こういうのなんていうの、雪の雪玉で合ってるんですかね。サンタナミチさん、雪のタコさん、ありがとう。モンゴリアンプチさん、雪だるまよ。雪のだるま、雪だるま、ありがとう。お、バイト頑張ってね。雪の玉。雪玉かまちなの。ちょ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 、寒い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 、とっても寒い。家の中の方が寒い。お出かけ帰ってきた若い子、誰？雪卒って何？雪卒。アジさん、ぶっちゃん、雪玉ありがとう。アジさん、ラブレターもありがとう。台湾よらしさんも雪玉ありがとう。くじの太鼓さん、アイスた雪たこありがとう。雪のたこ、イエイ。今日はね、なんかね、ちょっと外にしてる。どう？髪の毛また可愛くなる。絶対思ってないやろ。絶対思ってないやろ。これ言っとけばユッキーが喜ぶだろうと思って言ってるでしょ。あ、剛速球の。私ドッジボール得意だからさ。でも雪合戦したことないんだよね、人生で一回も。髪良き？本当？やったね。サンダーナミチさん、ハートありがとう。松人さん、雪だるまありがとう。しんさん、だるまありがとう。スーパー可愛くなった。本当に？本当に？若潮さん、雪玉ありがとう。ブリントさん、雪だるまありがとう。いいな、雪合戦したい。私人生でさ1回くらいは雪合戦したい。3月13多分ないと思う私。キャリーテイテイさん、雪合戦、間違えた、雪玉ありがとう。やば、サイン字汚いかも、許してね許してね許して。晩ご飯何がいいと思いますか？フレンチのフルコース。ウィーって何？ウィーって。岡山も雪全然降んないよ多分。多分。やっほやっほー。木のじいさん、かわいい、ありがとう。わかんない、4月はあるんか知らんけど、3月はないんじゃない？わかんないけど。わかんない、でもどっかで追加はあると期待してるよ。かいちさん、かわいい、ありがとう。雨もね、あんまり、でも降るときは降るよ、雨、ちゃんと。アーサーさん、ラブレターありがとう。あアンロケ、アンロケじゃなくて、アンロケ、お披露目のやつって。絶対行きますね、もちろん来てくれると思ってますよ。わかんないけど、来てくれるかな、みんな来てく、みんな来てくれますよね。いいとも、聞こえた聞こえた。わ、夜勤明けお疲れ様です。ですです。かまってほしいって誰も言ってないって。ゆうくんさん、かわいい、ありがとう。今日さ、
ドボン？ドボンしよっかな。え、おだいりさん終わったとか知らなかった。しぶしぶて、しぶしぶて。そうそう、オンライン、そう、なんかさ、会場やったらうわーってなるけど、お話、オンライン話し会はもう、ね、行かないっていう選択肢が。りょうおさんこと言わないで、私だけの構いをそう入っちゃダメ。言ったるわ。なんでそんな嫌そうなんよ、めんどくさみたいな。なりゆきさん、エイティさん、ゆきだまありがとう。じゃあドボンしようかな。みんなドボンできる？今ドボン、髪伸びたんだけど、髪伸びちゃった。クレカ、マミー頼もう、クレカ。あ、そうなの？何にも知らない、私。クレカはもうマミーに、マミーパピーに頼むしかないでしょ。名前、誕生日が ID の男の人でどうなん、どうも思わん。準備 OK、 本当？クレカ、クレカは別にさ、名前違ってもいいんじゃないの？いいんじゃない？マミーに頼もう、そう、出世払いやって。もうちょい待って、じゃあ2回目ぐらいから参加して。あ、外で見てる？それは申し訳ないね。でもいっぱい喋りながらドボンするわ。カマチユキラのクレカダメだよ、教えないですよ、私のクレカは。好きなの好きなの、好き好き好きピ。準備できた人、準備できたって言ってちょんまげ。山口さん、レインボースターありがとう。皆さん準備できた？はーい、できたよ。はい、じゃあやりまーす。じゃあ54分の22、審査、審査って何？いきますよ、決めた。すぐなん、時差、みんな時差、え、調停遅延モード治った？ゴー。寒っ、うわっ、うわって言っちゃった。おだしさんがいる、私と一緒のおだしさん、わー、やっほー。ユッキーやのときめきもいました。治ってないのか、そっか。こんなプスいいですね。ちょっと待って、全然出せない。日付変更線は本当にね、どうにもなんないね。引っ越しにおいで、引っ越したらいいと思う。え、びっくりした、絶対今あれしてくれたかな。あ、普通にできたの？セーフ。おだしさん、そう、おだしさんがいる仲間、私もおだしだから。負けたー。まだ、け、でも外あったかかった。でもね、お家の中マジで寒い、本当に無理、冷蔵庫。本当に冷蔵庫超寒いです。あ、おだし、おだし仲間、どっちがいいだしを出せるか勝負ですね。うん、今さ、あ、コメント更新しようと。何にする？
何にしようかな。よし。寒い今日。カツだし？カツオだしか。よし。じゃあ次はですね。じゃあ次も22秒でいきます。今日は可愛いですか？まあ今日は可愛いならいいです。お、1位にゲット？早っ。さすがやな。やば、もう16ぐらいツイート、すごい。みんなはいや、こんにちは。寒い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 、どうしよう、こたつに潜りたい。かまちゆきなです。対戦お願いします。あ、本物やん。お、パラダイス、本物やん。花粉、私花粉症じゃないんですよ、多分ね。だから全然平気。本物だ。スキップできるね。うーん、出せるカードがないね。本物やー。あ、飛ばされた。うーん、出せるカードがないね。アバターまだもらえるよ。まだもらえる、もらって、それであれしよう、お着替えしよう。空のなんだっけ。うーん、出せるカードがない。出せるカードがないね。これ空の。こんにちは。馴染んできた？本当？見慣れた？もう。わ、嬉しい、ユッキーナでやってるよって、ありがとう。じゃあ空のでやろうっと。空のでやろう。なーにーって言ってる。ハズマモもね、ハズマモもなんだったっけね。ハズマモもなんだっけな。こたつじゃないってば。じゃあ行きますよ。じゃあ次はですね。じゃあぴったり。1時ぴったり。あ、じゃあ間違えた。じゃあ12時59分59秒にしよう。59秒。せっかくボーナスタイムだからね。59秒に押しますよ。耳出すとより良い。耳出すと。今日でも外派手してるからさ。ね。よし、頑張ろう。お、誰や、私の大好きな真顔の絵文字にしとる人。あ、1時59分までいけるの？なんじゃなんじゃ。出せるカードがないねって言ってる。パース。これ空のモノマネな。ドロースリー使う？ドロースリー使う？って言ってるよ。ピーチさんにいっぱいあげちゃった。そうなんだ、1時間だけだと思ってた。なんだなんだ。うん、誰か忖度してくれた気がする。ドロースリー使う？
そら、いや違う、空の優しいから怒んないと信じてるよ私は。ゴールデンベッドタイムは1時間なんじゃ。なるほどね。ダイヤ、え、ダイヤなの？ダイヤじゃないの？ねえねえ、ダイヤじゃないの？ダイヤって言ってるよ。あ、これあれ空ののやつですよ。上がるやん、負けた。違う違う違う、じゃあマジでちゃんと忠実にモノマネをしてるんですよ私。別になんか忠実にモノマネをしてるだけ。負けました。そうね、ダイヤだよね、ダイヤって言ってる。面白、終わっちゃいました。え、待って、対戦ありがとうって、待って、どこだ、どれ、ど、対戦ありがとうだったの今。真顔、真顔さん。真顔さんだったのか。やっほーい、こんにちは。よっしゃ、待って、もう一回言いたい、もう一回聞きたい。これは負けられんねーって言ってる。これは負けられんねー。私なんて言っとるんやろ、私なんて言っとると思う。負けられないねだと思う多分。ほら、これは負けられないね。あ、大さんありがとうございました、ありがとう。ひろきさんレインボースターありがとう。次はじゃあ4分ぴったし、4分ぴったしでいきます。これは負けたら終えんな。あ、これはじゃないな、これは負けたら終えんで、負けられんな。シアさん雪だるまありがとう。やば、治安悪。ちえ、なんかやっぱね、なんででしょうね、出なかったわ。ゴー、お、なんか十傑さんしかおらん、しかも私以外の。あ、でも待って、大好きな先輩ばっかり、嬉しい嬉しい。ゆりなさんでしょ、ももかさんでしょ、マリアさん、最高かよ。最高かよ、もうこれは私のあれじゃなくてもいいで、しかも私のカード使ってるじゃん、優し、使ってくれて優しい。めちゃめちゃネイティブですよ私、超ネイティブ。すごい、十傑さんとか最強やん。キャーン。キャーン。みそぎ？こんにちは。こんにちは。ドロスリーやっちゃった。よっ、岡山弁ネイティブ、ネイティブよ、めちゃめちゃネイティブ。今日もまだ、今日でもほら3回目とかやから、まだまあまあ、みんな焦る焦る焦るな焦るな感じですよ。あ、ドボン来た、やった。うわ、一緒に一緒にドボンした、すごい、マジマジ。そう、ネイティブ岡山です。ひろきさん雪玉ありがとう。えのないゆうちゃんさん雪だこありがとう。
しんいちさん、雪だるま、ありが、雪玉、ありがとう。えだなゆうちゃんさん、ハートありがとう。イエーイ、勝ちました。たいさんありがとう。じゃああれにしようかな、け岡山ってちょっと面白くない。じゃあ今からあのタメ口で喋りますね。今日の昼配信はオンライン司会できっと会えるよ、会いに来てね。そう、定型文の中から選ばにゃ応援のですよ。応援のよ。そう、ちょっと今からタメ語で行くから、私みんなに、だから生意気な口聞きやがってって言わないでね。オッケー、みんな。ケミストリーユーさん、チュンチュンさん、ハートありがとう。そう、オッケー。じゃあ行きますよ。じゃあ次もじゃあ8分ぴったりでいきます。保険ポリスって何？私だから敬語だったら岡山弁出ないから、そう。そう、お、きらめき、そう、出ないからタメ口で喋るよ。敬語なってます？あ、なってますね。行くで、レッツラゴー。こんにちは。AKB48 かまちゆきのです。対戦お願いします。本物。やっぱ本物いたわ。やっほー。おお見押しが多い気がする私。ゆきりなさんじゃない、ゆきりなさんでっつらこうっていうの。あーね、5枚さ同じ時めっちゃ嫌よね。みんな本当？あ、負けた。はや、負けました。こんにちは。でもタメ語使う機会がないわ。今。方言使うタメ口の時が全然ない。おしさん2人いる？本当？サチサチ。とてもサチ。お、大戦ありがとう。5枚？ 5 枚？え、K いっぱいあるとさ、ほんまに嫌。大戦ありがとう。お昼ご飯食べたよ。カップ焼きそば。いえ。わ、ドボンおめでとう。ね、一瞬の間でさ、あ、もうこれはダメじゃんってなるよね。さあみんな今も頑張ってますか、戦ってますか。え、ペヤング食べたことない。塩焼きそば、そう、ごつ盛りの塩焼きそば。たこ焼き食べました。どこたこ焼き、冷凍系、それともあの銀だこみたいなやつ。ありしたー、ありしたありした、そう、青いやつよ。そう、炭水化物とか言わんで、私さ、あのさ、運動し始めたのにさ太ったんですよ。で、太ってじゃあ筋肉かもって思ったら筋肉もね減ってたんですよ。でね、体脂肪増加してたの。どう思う、みんな。これ本当にこれどうも、昨日めっちゃショックだったんですよ。2週間運動して運動して2週間始めてさ、毎日がんほぼ毎日14日のうち13日頑張ってるのにさ、太っちゃった。え、なんか運動したらなんか多分お腹空いちゃって
でね、体重太ったから筋肉かもと思ったのに筋肉は減ってってってね、どうする筋肉減ったんだって、筋肉量減ってたのいっぱい、どうやったらこうなるんじゃろうね。顔ちょっと待って、顔がふくよかになってない、まだ大丈夫。そう食べちゃうの、お腹すくの、そう続けないと。そうだね、続けるじゃあ次12分の33。でもお腹すくじゃん、だからさ、お腹すくじゃんか。タンパク質多分取ってるそうやばいよね、太っちゃうんだけど。卵食べたい、卵毎日10個食べたい、私の願望毎日1パック食べたいです。でもさ、有酸素運動ってさ筋肉なくなるって言いません？筋肉も消費してるって。だから私どっちかというと筋トレとかよりはあのウォーキング系だから、あの筋肉なくなっちゃうんだと思う。でも体重は太っちゃった、悲しい。お、やっほー。いや本当にそこを我慢ね。え、だってお腹すいたら生きていけないじゃないですか。でもねえ、めっちゃ飛ばされる、え、なんで？悲しい。あ、そっか、率やけんか。え、でもな、重さのグラム数もちゃんと増えてたんですよまって、マジレス来た、マジレス。消費に対してタンパク質が足りてない。卵食って、卵いっぱい食べるよ。わかった、卵食べるね、卵食べなきゃ。プロテインね、プロテイン、プロテイン飲むか。プロテインプロテイン、タンパク質がいっぱいなの。やっほー、こんにちは。お肉あんま食べてないか。え、難しい栄養バランス、やだん。腹筋割ったら、腹筋割れないと思う私、わかんない。プロテイン、そうやが、タンパク質ってプロテインやが、私だって習いましたもん授業で甘いもん食べ過ぎ、そうなの、なんか家にお菓子が舞い込んできちゃった。あー悲しい。わかった、でお菓子やめる。お菓子や、お菓子やめるの私。お菓子やめたら何食べたらいいの舞い込んでくるんや、気づいたら目の前にお菓子があるんですよ。気づいたらお菓子があるのわかった、じゃあ今日から分かった、とりあえず今日ね2月20なの、だから3月いっぱいまでお菓子禁止する。え、嘘、お菓子禁止にするのお菓子禁止にじゃあ分かった、とりあえず3月まで、2月28日まで、はい頑張ります私意外とほっぺた雪見大福なんですよね。え、一緒にしてくれるの、お菓子禁止、嬉しい。割と長い1週間あるよ、膝痛いよね、わかる。私もね、もう姿勢が歪んでるから。いやマジで
頑張る頑張る。じゃあ次は17分ちょうどに行きます。え、私ね、でもね、お正月前までは本当にお菓子食べなかったの。基本的にお菓子一個も食べてなくて、たまに友達ともう1ヶ月に1回あるかないかぐらいでお菓子食べてたんだけど、めっちゃ食べちゃってるの最近。あー、もう無理かも。もうだって口が寂しいんだもんすごいさ、おデブちゃんみたいなこと言っちゃうけどさ、口が寂しいんですよ。アイスはオッケー。あ、待って、プリンはオッケーにしたよね。プリン、プリンとかデザートはオッケー、お菓子はダメオッケー。プリンはいいよね。プリンはいいでしょ、みんな。お、え、ダメ。お、ユッキーナ、ユッキーナ、ユッキーナだ。え、プリンダメなの？プリンゼロ、カロリーゼロやろ。え、私お酒は飲んでない、長らく。プリンは知らないよな、やっぱ私やもんプリンはいいよね。ケーキ、誰かの誕生日とかなかったら大丈夫事件なんて言うんだ、スーパーとかコンビニとかに置いとる。え、飛ばされた。カラメルソースなければ、負けた。プリン、プリン、おだしさん、もしかして。いや、プリンとかなんかそういう、なんか例えばお土産とかとか、なんかそういう系だったら食べる。でもあのスーパーとかに置いてるポテチとかチョコレートとかそういうのは禁止する、多分。え、でもね、あの私もね、じゃあ夕ご飯の時間早くしようと思って6時ぐらいに食べるとするじゃん。そしたらもう夜中がもう死にそうになっちゃうの、お腹空きすぎて。そう、プリン風味のゼリーとかないやろ絶対。アイスは、アイスは多分大丈夫だと思うね。そう、その後食べたら結局無駄だから、だったらもういつも通りの時間に食べた方がいいと思って。そう、水はいっぱい飲んでる。あ、アイス我慢しろってそう、もうお腹がえぐい。あ、確かにカカオ多めのやつね、チョコレート。アイスとかもおはよう、おはようのアイスがあったら食べちゃう、じゃない系だったら食べない。よしおはようには勝てん。そう、お、対戦ありがとう、ありがとう、ひなちゃん。容姿じゃダメなの？でね、赤潮さん、雪玉ありがとう。レモンさん、レインボースターありがとう。にゃん吉さん、雪だるまありがとう。あと普通のだるまもありがとう。家の冷蔵庫捨てたら困るやん、みんな、はあ、頑張ります。はいじゃあ次21分ぴったし、寝てるからカロリーゼロになるよ、最高かいなそれキラリンビームさん、雪玉ありがとう。鍵はってはあ、もうお腹す、だって私ね、ご飯食べた後必ずお腹すくんですよ。意味わかんないこと言ってるでしょ。でも本当にそうなの、ご飯食べた後に
お腹が空いちゃう。お、香里さんのカードが嬉しい。ご飯食べた後にすぐお腹空いたっていう人。あれ？もう始まっとるで。そう、そこごちそうさまでした、お腹空いたって感じ。ミーヒちゃん、二十のミーヒさん。こんにちは。消化がいいものってなんじゃろう。負けた。確かによく噛む、よく噛む大事ね。え、そうそうそう、本当に 燃費わかん、燃費いいんかな、燃費、車みたいなこと言うけど燃費。こんにちは。負けた、今日買ってない。いやー、でもとりあえずお菓子我慢する。お菓子見ないようにしよう、舞い込んでくるお菓子を。冬は痩せにくいよ。まあ確かに、確かに、確かに。まあ、ね、お、対戦ありがとう。あと1回タッピネス当たりたいね。いや、私めっちゃ代謝超良きですよ。代謝アルフォート、うわ好き、アルフォートめっちゃ好き。アルフォートめっちゃ好きなの。にゃん吉さん、雪玉と雪だこありがとう。私 DM 使えないけど送ってもいいよ、かまちかまちょに。代謝いいエピソードないの。あの数値、メールの数値が物語っている。え、そうなの、この声で食べますかのシュークリーム再販されて食べようと思ってるんですよ今度。そうなの、そう、実は食べようと思っててさね。そう、あれはセーフだよね、みんな。うんうん、セーフセーフだよね、だよね。チュンチュンさん、雪だるま、雪玉だって、ありがとう。まだ大したことないんだろう。そう、まあそんな大したことはないですよ。太ったって言っても1キロだけです。じゃあ次25分ぴったりいきます。そんなめちゃめちゃ太ったわけじゃないけど、運動したのにこれはまずいなっていう。3月まで我慢。でも3月までに、3月で販売中止になっちゃったらどうするね。私無理かも、誘惑とか無理かも。なんかダイエットというダイエットをやったことがない、多分ちゃんとガチでさ、適当だからいつも痩せようと思った時に適当にセーブしてるだけ。こんにちは。お、ユッキーナロマンス、チュケモンってあれだよね、あの桜坂の竹本結衣さん、チュケモン。リバーされた。もう無理やん、いや、なんとかするさ。なんとかするのさ、私は。あ、間違えた、出せるのにパスしちゃった。ショック。
タタタタタタタ出せない。あと1枚。出せない、出せないです、悲しみです。負けた、負けました。皆さん悲しい、勝てない今日。あ、私さずっとさコメント止まってるって思ってたんですけど、コメント私が止めてただけでコメント止まってなかったみんなコメントくれないと思って一人で悲しんでたのにさ、コメント気づいて、なんかコメント私が止まってた確かに勝ったけどなんかみんな全然してくれんやんと思ってたのにまさかのまさかまさかだった。ちょっと待ってね、よいしょ。あ、前髪が、そう原因自分でしたそうそう、スクロールでそのままにしちゃってた。ボブも可愛いね、ありがとうだねよいしょよいしょよいしょしょ。やってるでやんす、やってないでやんすよ。あ、てか私今日敬語使わないって言ったのに忘れてました。あ、忘れました、忘れてた忘れてたわ。じゃあですね、29分48でいくよえ、祝日？今週の？今週？来週の？罰ゲーム？何の罰ゲーム？なんか話しよったっけ私。な、何の罰ゲーム？カムチアウト！デデデあ、敬語使っちゃい、あ、そっか、そうだったもう無理記憶が無理そうだったわ、忘れとったわ私私のあれがいない、称号の方がいない、悲しいミスです。もうやばいんですね、末期だよね私本当に。どうする、え、携帯固まった、びっくりした。天皇？あー、天皇誕生日ってこと？なんで天皇さん星になっちゃうの？ね。上がり。
お嬢様言葉、分かった、お嬢様言葉ね。お嬢様言葉で話しますわ。対戦ありがとうですわ。ごきげんよう。ごきげんよう。ドボンしてるでございますよ。ぜひ一緒にいかがですか。ごきげんよう。そうですね、続いては、そうですね、それでは33分ぴったりはいかがでしょうか。どうも、ごきげんよう。皆様今日はいかがなさいましたか。5分頑張ってみたいと思いますわ。あ、ちょうどですね。お恥ずかしいこと、おほほほほ。ごきげんよう。ありがたい言葉頂戴いたします。ありがとうございます。ルームを間違えましたでしょうか。いえいえ、こちらは合ってますよ、きっと。サブイボというのはもしかして手の腕の皮膚などにつぶつぶができてしまうほどではないでしょうか。それは困りましたわ。今すぐ私の担当医をお呼びいたしますわ。おほほほほおほほほほほ。私声が高いとよく言ってくださることが多いものでして、お気に召さなければ申し訳ございませぬ。おほほほほ負けましたでございますわ。おほほほほいつもこんな感じじゃないですか。何をおっしゃってるんですか。おほほほほおほほほほ。あ、私いつもこういう喋り方をして21年間生きてきましたのでございます。おほほほほにしようと。はい、みんながファンやめるって言いそうだからやめよう。やめようやめよう。疲れた。え、5分経ってない、経ったくない。5分、5分経ったよね、もう。よくはやめないで、やだ。じゃあ次36分33秒でいくね。こんにちは。私でも声はほんまに高い。でもなんか声を出すのが疲れちゃうので、いつもはなんか自分のなるべく低い声を出すようにしてる。おほほほって言わないのかな、みんな。
かんない。私お嬢様、お嬢様わかんない。にゃん吉さんお疲れ、ありがとう。タメマーボーさん本当ありがとう。そう、声はね本当に高いんですよ昔から。お、でも低い声も出せるよ。あーあーあこれが、これ以上もう無理だ。あああこれがなんか、これが普通だけど、なんかもっとリラックスして喋るときはもうちょっと低めで喋ってる。そうなんか低くない、本当な、なんだこれが、これが私の低い声、これ、これが私が、私怒ってるときとか声低いですから、これぐらいで喋ります。低くないね、これぐらい、いつ、いつもこれぐらいじゃないどう、低かった、低くない？え、そう、テンション上がると超高くなっちゃうの私。そう、これはなんかね、わかんない、普通に声出してるだけなんですけどね。そう、かまちさんお声がお高くおられるんですよこれぐらいで、なんでってそう言ってる。頑張っちゃうもんね。何、そんな、そんなセリフあったっけ。頑張っちゃうもんねって言ってる。え、でも声はもともとがこっち、なんかね低い声で喋る方が落ち着く時あるじゃないですか、自分の耳が大佐ありがとう。あやかんちゃん雪玉ありがとう。上がっちゃうもんねだっけ、そんなんあったっけな。そう、テンション高いと声高い、そうなの。これって声低いの、そうなのとか、これ低い、どうですか。あー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 、イリエックみたいな、誰誰誰、意図的になの。私はね、なんでしょうね、これ低いですか今声高い、これでも高いの、これ今低くして喋ってると思います、思います、ほら電話に出るとき、もしもし、これなんかちょっとめんどくさいときはもしもしで、普通の時はもし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 って言ってる。そう、地声がそう高いの。そんなのもしも、はい、もしもしとかやなんないなん、あ、なんでなんだろうね、お母さんたちってさ絶対声高くならない、もしもしかまちですみたいなさ、どっから声出してんのって言い方なの？ああ、その人すごいよね、こう、こうの、なんだっけ、ゲントみたいな人でしょ、超頭いい人でしょよし、もしもし、あ、家電とかなんかあのよくわかんない勧誘の電話とかあるじゃん、なんかあのお家の電話にかかってくる、なんかあのリフォームしませんかみたいな電話とかがよくかかってくる時もあるけど、お家のやつも大体迷惑電話、なんかセールスの電話、勧誘とかの電話やけん、大体もしもし、あ、これだ私、もしもし、はい、かまち様のお宅ですかって言ったらはいって言うけど、あの、かまいけ様のお宅ですかって言ったら違います、人違いだと思います、ガチャですそう、じゃあ次はね41分58そう、あ、そう、間違えました、失礼しましたって言ってガチャって
そう。ごめん、遊ばせっていうの 確かにさ、もうさ、なんか最近のさ、新しいお家の人とかってさ、48、あれだよね、なんかお家電話なさそう。58って言ってた、48で押しちゃった48で、あ、でもユッキーのハピネス一人であったよ。あ、でもなんか奥様でいらっしゃいますかって、いえ違いますって、なんかなんとかなんとか、あ、ちょっとすいません、私には分かりかねますって言ってる 本当58って言ってた、ごめんね。ね、そうだよね、なんかさ、ないよね最近のうち、多分なさそう、使う必要がなくなっちゃったもんね、割と やってしまいました。え、ドロスリーもらった、悲しい。あ、でもたまにお母さんのふりする時もある、なんかこういうなんかリフォームとかのよなんおなんかとか来た時に、普通にお母さんのおつもりになって「あ、すいません、うちはちょっとそういうことする気がないので失礼いたします」って言って、普通にお母さんのふりして切る時もありますよ。チュンチュンさん、だるま、ありがとう。なんか私とお母さん声が似てるらしい。リフォームとかな、なんかインターネットのやつとかも来る 賢いでしょ。すいません、ちょっと興味ないので失礼いたします。ドボ中2時ぐらいまでやろうかな。で、本当に声似てるらしい、出ちゃう にゃん吉さん、雪だるま、ありがとう。あ、これだったの 声似てるのかな、お母さんも声高い。顔はね、なんか似てるのか似てないんじゃない。兄ちゃんとちょこちょこ似てるかも、わかんない おみはほんまにお母さんが若い、なんかお母さんとそっくりで、ほんとに兄弟って感じ。お母さんがね、すごい若々しくて明るくて、そう、兄弟じゃないって思った写真見た時 あ、そう、家電。スカイツリーさん、雪玉ありがとう。おみもめっちゃおみに似てる ね、わかるわかる、お母さんの電話して最初高くてさ、なんか「もしもし」ってさ、あ、私って言ったら、なんか「あ、何？」って下がるよね あるある、多分お母さんあるある。お母さんだって、オミがあんな感じなのに、オミがオミのお母さんのことを「やばい」って言うんだよ。そう、やけん相当なのよ 多分きっと相当なのよ。直接はね、会ったことないんだ。じゃあ46分33でいきます。両お三方言わないで、いいよ、そう33ですよ、33。そう、お母さんめっちゃ天然っすねとか言ってるもん、おみ
え、どの口が読んねんってな。ゴー。お、オーチン、オーチンどんな感じなんじゃろうね、わかんない。海はね、なんかね、天然よりもね、知らんことが多すぎるんですよ。まあ、天然もあるけど、知らんことがめっちゃね、多すぎてね、だからね、え、何それって言って、適当に答えて、変なこと言ってる、いつも。また全員行きな、マジ？最高やん。そう、なんか全然テレビとか見なかったらしい。やけん、なんか全然知らんのですよ、あの物事を。そう、それがね、大いなるあれですね、要因ですね。また負けた、全然勝てんってば。あ、そうです、それ、そういうことです。そう、多分海はサッカーしかやってきてないだったもん。今はドボン配信です。かわいい、ありがとうございます。同級生サッカーボール。確かに、私はでもテレビっ子だったのでね、いろいろ多分知ってますよきっと。そうそう、あのオミはもうもはや多分遠藤守なんですよきっと。そう、知らんことがあって、あとなんか多分考えずにペッて言うんですよ。そう、考えたペッペッペッペ言うけん、そう、おみちゃん分析。そういう感じ。どういうこと？え、嘘、伝わなかった。ユッキーナは、ユッキーナは普通ですよ。違う違う違う、ユッキーナは、ユッキーナはあのおっちょこちょいなだけです。ただただおっちょこちょいなんですよ。いや、普通っていうか普通のおっちょこちょい。キラリンビームさん、雪だるまありがとう。かまいきさん、レインボースターありがとう。そうそうそう、オミはね、口がプンピュッてやってるから。そう。ね、オミめっちゃ面白いよね、わかる。そうそうそう、でおっちょこちょいなだけで、私ちゃんとテレビっ子やからいろいろ知ってます。そう、なんか、なんかあれだよね、でもさ、最近さ、なんかさ、オミよりやばいとかたまに言われるからさ。人に多分どっち、両方見てる人からしたらどうなんだろうね。オミちゃんの方がやばいっしょ。じゃあ50分48。どっちも多分ね、あの別、何、ジャンルが違うんですよ、オミとのジャンルが。ジャンル違い。変わらんなって。いや、おちょこちょいはまあ昔からなので、そう、ジャンル違いよ。オミは、じゃ、オミはだから、あの世間知らずってひどいな、あの物事知らずおバカちゃんで、うちはおっちょこちょい。そう、ジャンルが違うの。ね、オミ先輩とかめっちゃ緊張してるもんね。いや、ほんまに、ほんまにオミね、知らんことめっちゃ多いんですよ。ってなる。それを知らんのって。
ユーカリも言ってた。どっちが天然、どっちが養殖？私養殖？私丸天ですよ。海に怒られそう。世間知らずとか言っちゃったから。やってんな。勝てない、本当に勝てない。たまにたまに、うん、嘘、なまってる私。そう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 、おみちゃんそうだな。おみはちびまる子ちゃんで、ゆっきーなはサザエさん。あー確かに、お財布忘れるもんね私。え、今日全然勝てないんだけど、泣いた。悲しい、勝てない。あと2回ぐらいできるかな。私なまってはないんですよ、方言が語尾だけだから。ね、そういう時もあるよね。じゃあ行きますね。53分48。なんだっけ、お魚くわえたドラ猫を追っかけて。今日も運動するよ。まあ、全然そんな格好してないけど。え、なまってはないですよ全然。全然です。ゴー。オーラ、そう、オーラまとってる。お、小田さん、小田入さんではない、本人じゃない。マスオさんになりたいの？きっとなれるよマスオさんに。やっほー。お、星ダーさんがいるんですよ。代理さん、代理さんだったらでもピンクだもんね。あ、出すの間違えちゃった。出せない。出せない。出せない。トモンチャンス来たね。そう、本人ピンクだもんね。タラちゃんです。どう、似てた？今似てないね。タラちゃんです。お、ハッピネスおめでとう。ケンさんハートありがとう。ひらがなキャスターさん、ゆきのこありがとう。似てた？あーい。あ、似てなさすぎ？本当？似てた？あーい。これいくらちゃん。磯戸くん。無理かも。夜多分すると思う。太めが同じタイミングでやってる？
ほんま？じゃあラストラスト、じゃあ57分22秒でいきます。堀川くんの声何？アナゴさんって何？アナゴさんわかんない。なん全然違くない？いさまくん無理かも。22秒、難しいな。姉さん誰これカツオやったつもりなんだけど誰これ。姉さん深井これカツオカツオだよこれカツオお当たってますね。めちゃめちゃカツオだよ。カズさん雪玉ありがとう。似てねって言われた。ショックえ、はいよ出してないのにドボンされちゃった。悲しい。お姉ちゃん、お兄ちゃんか。わかめちゃんは難しい。負けちゃったね。たたきにされた。ドラえもんいけるよ。のび太くん。カツオ。無理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 、何にもできない。似てないって言われた。ダメ？のび太くん。ジャイアン？ジャイアンってなんだっけ？おいのび太。これおいのび太。おいのび太。無理かも。似てる、どう？似てなかった。頑張ったんだけど途中。カズさんハートありがとう。苦しい。よしこちゃん何？よしこちゃんスネ夫。アイナビタ全然違う。アイナビタ、あれ名前出さないで、名前出さないで。モノマネえ、わかんない。クリアし、おぉって、おぉほら、しんのすけだぞ。似てなさすぎる。ほんと？名前言った、確かに。だってモノマネできないもん。ミス、分かんない。これしんちゃんちゃんと映画見たけど、しんのすけおい伸びた。オッケーオッケー、おい伸びた。おい伸びた。無理かも。おお、おいのび太にゃんちゅうだにゃん。ジャイアンはもう声が無理。太鼓の達人。あ、ちょっと似てない？え、似てない？ちょっと似てなかった？ねねねねねね、ちょっと似てなかった今。え、ピーピカー。ちょっと待って、声枯れてた。ピカピカ
ねえ顔見ないでよ、恥ずかしいじゃん。似てた？フルコンボだどん。あ、全然違う、たこ焼かだの私だ。フルコンボだどん。あ、ポッチャマいけるよ。ポッチャポッチャポッチャマいや、ショールームの写真はえぐいですって。私顔が違います。もう一回遊べるどん、遊べるどん。しんちゃんしか無理かも。は？おみじゅ？待って、おみに怒られそう、これこれ絶対これおみの笑い方。これ怒られるね。ちょっと新しい、あのオミのネタも新しくしようと思ってやってみたら多分無理かも。なんかオミがなんか自分で違うんですよ。オミがね、なんか自分でボケる時があるのよ。なんかボケ、一人でボケて、で誰もこう無視するわけよ。みんながね、こうシーンってなっちゃう。そうすると自分でね、ハハハハってね言い始めるの、オミ。それのモノマネをしたかったの。キラリンビームさん、ハートありがとう。ね、絶対なんかね怒られそう。でオミがなんかふざけて自分で処理するから、それをその時のモノマネ。そう、細かすぎて伝わる。でもそうだ、そうだよね。でもさ、メンバーもさ1年くらいちゃんと会ってないから、ちょっとまた会ったらね、メンバーものまね、ちょっと習得したいね。次会った時に新しく新しく次会ったら、習得してくるわ、みんなのなんか特徴を見まくって。コロナが良くなったら。ね、新作頑張る。もうヒューカもこれしかないから。これヒューカ。先輩はできない、恥ずかしい、無理、できない先輩。大学やっていけないよ、頑張ります。ということで、じゃあランキングを読みたいと思います。はい、読みます。これから運動するので読みます。いきまーす、いきます。13位、ザンメニさん、ありがとうございます。12位、くじのたいこさん、ありがとうございます。11位、ひらがなキャスターさん、ありがとうございます。10位、けんさんありがとうございます。9位にゃん吉さん、あと長崎の雨は岡山で大天然になる。大天然に変わった、ありがとうございます。8位ひろきさん、ありがとうございます。7位サンタナミチさん、あと100万枚のフォルダでも足りないくらい雪菜が好き、ありがとうございます。6位たくまさん、ありがとうございます。5位若潮さん、あと雪菜のお話し会追加なかったら返品しちゃうぞ、取っといてね、きっとあると信じてる、ありがとうございます。4位チュンチュンさん、あっとお菓子禁食応援してます、頑張ります、多分。ありがとうございます。3位台湾よあらしさん、ユキ好き、ユキの可愛い大好き、ありがとうございます。2位アジさん、ありがとうございます。1位アーサーさん、あっとプリンこたつ隊、こたつちゃうって、でもありがとうございます。初見でした、ありがとうございました、ありがとうございます。これからもどうぞよろしく。今夜の配信はそうですね、夜ですね。夜のどこかでやります、まだ未定です。はい、ということで皆さんありがとうございました。ということで、バイバーイ、バイバーイ。